うえぇ、これ倒せんの？猫鳴いてる。はい、どうも、ラギです。最新のアップでね、スーパー着地がすごい強くなったみたいなので、検証してみたところ、まさかデボン海洋博物館の上のてっぺんの部分、あそこに当たるとは思いもしませんでした。どんな形で当たってるんだろうな、ちょっと気になるじゃないですか。俺も気になったんです。なので今回はスーパー着地をスローモーションにして、どんな風に当たってるのか見ていこうかなと思います。